え皆さんおはようございます。46日間チャレンジ行政手続きを完全制覇の26日目入らせていただきたいと思います。26条は多分おそらく今までで一番早く終わるんじゃないかななんていうふうに思います。っていうのも今までですね、この弔問手続き、審理の過程見てきたわけです。その中で主催者という方がどんな役割をしてきたか。主催者っていうのは議事進行しながら書類を2種類作るんでしたよね。2種類の書類は 聴聞聴書と報告書。その通りです。聴聞聴書と報告書という2種類の書類を作っていくんだ。こんなことを勉強しました。聴聞聴書と報告書は一体誰に渡すのかというと、そうですよね。不利益処分を決定することとなる処分庁に渡すんですよね。 処分庁は主催者が正確ですね、この議事録、聴聞聴書と、そして主催者の意見を書いてある、主催者の意見が書いてある報告書を渡してくれたわけですから、それを十分に踏まえて不利益処分決定をすべきですよね。それを無視するとしたら、 聴問した意味全くないじゃないですか。えー、ですから、えー、きちんとこの書類を踏まえて十分に踏まえて不利益処分を決、えー、不利益処分決定をすべきということになります。私は今十分に踏まえてという表現をしているんですが、こういうのね。 法律で、法律の条文で何て書いてあるか、これが大事なんですよ。結構ね、最初に学習したりするときにですね、えー、法律用語というのはあまり意識しないで、なんとなく、まあ、同じような言葉だったらいいだろうなんていうふうに思ってしまいがちなんですね。私もそうでした。ですけれども、実はね、この法律の文言っていうのは、まあ、ある程度決められていてですね、で、この言葉を使わなければいけないとかですね、 えー、まあ、かなりこだわりがあるんですよ。お、まあ、そういうのを徐々に徐々にですね、慣れてくるといいな、なんていう感じがしておりますんで、26条は気をつけなければいけない文言出てきますから、一緒に見ていくことにしましょう。26条条文見ていきます。行政庁は不利益処分決定をするときは、第24条第1項の長所、これは聴聞長所です。聴聞長所の内容、及び同条第3項の報告書、 おこの報告書っていうのは主催者の意見が書かれているわけでしたよね。はい。この報告書に記載された主催者の意見を十分に三尺をして、これをしなければならない。行政庁は不利益処分決定をするときは、聴聞聴書の内容と、そして報告書に記載されている主催者の意見、これを十分に三尺をして、三尺という言葉を使っています。この言葉をきちんと覚えてください。 えー、三尺っていうのは、 まあなんか、勘案とかそういう意味なんですかとか、考慮とかそういう意味なんですか,かこういう風に言われたりとかするんですけど、考慮とかよりもうちょっと強い意味です。この言葉を使っている時っていうのは、まあ行政庁はもう主催者の意見ちゃんとこれ聞きなさいよと。むしろもう主催者の意見で基本的にはですね、処分決定すべきですよ。ただし、完全に拘束されるかっていうと、これ不利益処分決定する権限っていうのは行政庁にありますからね。ですから、必ずしも主催者の意見に、 えーあのーまあ、完全に拘束されるかっていうとそうではないんだけれどもただしこの三尺っていうのはかなり。 強い意味で使っています。だからこれをもしね、なんか書けって言われた時に考慮って書いたりとかすると、それはやっぱりね、マイナスになってしまいますよ。法律用語というのは、この三尺というこの言葉の意味、えー、かなりですね、こだ、こだわって使っていますから、三尺という言葉に皆さんもこだわっていただきたいなと、そんな風に思っております。26条の条文に関してもう一度言いますが、行政庁は不利益処分決定するときは主催者の意見を付されて 報告書、聴聞調書この内容をですね、踏まえて、えー、十分に三尺をして十分に三尺をして、えー、処分決定をしなければならないとこんな風になっているのが第26条だということになりますはい、えー、今日は以上ということになりますお疲れ様でした